ブリンツブリンツは、クレープや春巻きに類似する食べ物。薄力粉、卵、牛乳、塩、砂糖、ベーキングパウダー、ヨーグルトなどを滑らかになるまでよく混ぜ合わせて、生地を作り、フライパンで、ひまわり油やバターを使って薄く、片面のみ焼き、具をのせて、長方形になるように折りたたみ、炒めるか、もしくは、油で揚げたものである。大抵は、サワークリームをつけて 具は甘みをつけた、コッテージチーズ、ジャム、果物の他、炒めた、ひき肉、カキン、もつなどを乗せることもある。よく似た食べ物に、ロシアのブリンチキ、ポーランドのナレスニキ、ウクライナのナリスニキなどがある。東欧系ユダヤ人の家庭で、日常的に食べられるが、シャブオットには欠かせない食べ物であり、伝統的には、収穫を感謝する意味で、生地にチーズを巻いただけのものを食べる。 ブリンツを二つ並べたものを、市内産においてモーセが神から与えられた立法の象徴とすることがある。また、油を使った食べ物であることから、精油の奇跡を記念する祝日春川の期間中にもよく作られる。北米では、ある程度大きいスーパーマーケットなら、冷凍ブリンツを冷凍食品コーナーで扱っており、朝食専門のチェーンレストラン、アイホップのメニューには、 巨大なチーズブリンツが存在する。冷凍ブリンツはフライにして食べることもある。元来は、スラブ人の食べ物であり、ゴコ根ブリンブリンは、すりつぶすという意味の古いスラブ語ムリンムリン、またはウクライナ語、ムリネチムリネクに由来するなどとゴコ根が、同じことになるブリンは、ウクライナ語、ブリンツイ、イデッシュ語ブリンツェブリンツを通して、ブリンツという表記で英語に導入された。 その他の外部リンク、ありがとうございます。